ばんは。来ました。リップ塗りました。少しだけお久しぶり。なんか誕生日仕様になってる背景が。あと2日後誕生日なので背景が誕生日仕様です今日はなこの誕生日ですね。この前はそうかな、髪を切ったよって時に配信したかな。なこに連絡しましたよ。もう日付変わってすぐ連絡しました。毎年なことは2日違いで誕生日なんでおめでとう言い合ってます。いつもあ、タナベッチさんありがとうございます。フルーツタワーわかんないけどありがとね、タナベッチ、いつもありがとうございます。あさってもよろしくあさって20日もう当日夜配信しようと思ってます。今日も逆上がりのフリ入れしてたんですけど、すごい好きな曲で楽しかった。なきちゃんの前座とかも始まったけど、アドバイスとかしてるのかな。いや全く私はミニスカートの寄せしたことないし、近い木の子がこうアドバイスとかやっている、昔からね HKT そういうの近い木の子が教えてあげたりすることが多かった気がして、なので今6期生が結構教えてあげてるかなって感じです。私は本当に全く喋ったことがまだないというか、寝れなかったので配信助かる。夜更かしさんたち皆さんこんばんは夜更かしさんたちようこそ。私もどちらかというと夜テンション上がっちゃう系なんでなのでこういう時間は喋ってしまいます。誕生日当日2019年生誕祭配信祭、あ、そうなんだ。オーガスタ知らない、出るかもしれない、日程どころか出演するかも私知らないけど、でも結構何年連続感じで出演してる気がします。私だからまたね出られたら、しかも私オーガスタのステージの前のステージ何
あ、ステージイベント的なのにも去年も指定させていただいたので、なんだかんだめちゃめちゃ出てます。オーガスタさん日焼けしちゃうよ絶対。私はちょっとスタコレっていうやのをみんなに教えてもらいたくて今日、いや教えてもらいたくてというかみんなも知らないじゃん多分、やったことある方も多いのかもしれませんが、これやろう。いや私さ始まった日から多分開いてて、でなんだかんだこのなんていうの、自分のページ自分のページのカラーを変えたりとかなんかそういうことはしちゃってるんですよ。そこは別にさ何でもいいと思うんだけど、まあ一応この選抜カラーもこういうベビーピンクでし、私がすごい好きな色なんでちょっとこの色にしてみたりして、そういう形から入ってるんですけど、あの内容が全くわからないという、だからみんな教えてほしいんだ。みんな入れてますこれ、まどちゃんの弟子してるから知ってる、あ、そうそう、そういう方に教えてほしいわけ。これさ、みんなからプレゼントで送られてくるじゃない？パック。それはさ、通知が来ないな、普通？私、通知の設定とかもさ、よく分かってないんだけどさ。プレゼントが来ても通知は来ないものですか？なのかな。でもプレゼントいただいて、ちょっと待って。あ、え？今送ってくれた人もいる。あの私まだ自分が出てなくて、自分のカードが。欲しいんだよね。今までゆずこひょうさん、ラントゥーリブさん、フランさん、デコちゃん、デコさん、アリマルちゃんがくれてて、それは開封済みで、今ゆずこひょうさんと高ようじさんが送ってくれてるのがあるので開封してみたいと思います。お、すいません、スキップしちゃった大事な音楽のとこ。出ました、藤ここちゃん、あいりちゃん、すっごい反射してる、あいりちゃん、りの出ました、ありがとう。これチーム H パックなの？なんで私が一枚も出ないのかしら。次もう一個開けます。せいちゃん出て、ドゥルルルルルルル、あ、イブちゃん、イブのなんかレアっぽいやつ、レイヤちゃん、かぶりのアイリちゃん。ねえ、なんで私が一枚も出ないのかな、これおかしいな。ありがとうございます。七木も出た。あ、小次郎さんから来ました、ありがとう。開けます。
姉ちゃん出ないかな、1枚ぐらい。愛理ちゃんに愛されてます。ダーン。え、すごくない？全員7期生ってことあんの？松本もかちゃん、松本もかちゃん、長野ララちゃんのなんかレアカード。吉田めいちゃんのレアカード。すごっ、全部7期生が出た。ありがとう。これこの子たち、この前あの前座でいましたね。知ってる。知ってます。わ、いっぱいなったカードが。え、また来てる。ちょっと私が1枚も出ない。なんで。ゆずこしょうさんとありまるちゃんからまた来てる、ありがとう。あげます。まずゆずこしょうさんの方から。さやちゃん、しかもレアがいいんだよねこれ。誰？あ、藤子子。すごい格好の藤子子のレア。藤子子。あれ、ゆいなちゃん。ゆいなちゃんもエイチなの？ゆいなちゃん。ゆいなちゃんのカード。ひじり。かわいいひじり。ああ、さえちゃん全然出ませんね。でもこのカード初めてだ。ねえ、藤子子どういう格好なんこれ。ありがとう。よし、次有丸ちゃん行きます。こんな1枚もさ自分出ないことある？ドン。寝てないんだけど。でも超可愛いの、超可愛いの手に入りました。石松ゆいなちゃんのレアカード、ブルーベリーパイのゆいなちゃん、かわいい。7期生の青木ひなこちゃん。あ、この子かわいいって思った。なんかあのすごい絶対いい子。勝手にのレアカード。これ誰だろう、これちょっとあんま知らないんですけど、北川ひいろさんって方のカードですね。はーい。ひいろちゃんでした。こんなにさ自分出ないもんなのか、おかしいな。おかしいな、なんでだろう。私普通にノーマルもレアも1枚持ってないじゃん。アイチーがさやちゃんのレア持ってる。え、そうなの？そうなんだ。セナちゃん、セナありがとう。いきます。あ、無欲ね、無欲で何でもいいや。無欲でいないとってことか。ねえねえ、ちょっと待って。え、1枚目秋豊永、2枚目愛梨市村、3枚目秋豊永。ねえ、この2人ほんといい加減にしてほしい。ほんとに出しゃばってるこれ。出しゃばってますこれ。ちょっと待ってくれよ、一面感すごいけど。出しゃばりがすごいな。愛理ちゃん出すぎやし、あきちゃん一気に2枚来たし。
やってくれたな。すごいパックでした。みんなありがとうね。すごい今日でいっぱい。あ、オッチのやついきます。オッチありがとうございます。無欲でね、まあ何でもいいんだよ、何でも、本当に何でもいいの。何でも嬉しいしね。結果メンバーのカード、いきますね。かわいい7期生の江浦ゆかちゃん、ゆうかちゃんか江浦ゆうかちゃん、あれだよね、あのに自己紹介がさ、なんかこれはゆかみたいな言ってる子でしょ。その子の自己紹介かわいくて大好き、ありがとう。でいいよ。でね、はい、またリノ、またリノ、そしてまた秋、もういいって。この秋ちゃんいいって。もうジュジュさん出ました。ある意味レア、ありがとうございます。そうそう、アビスパのね。あ、ゲストさんから、ゲストさん誰、ありがとう。いきますね。ちょっと欲出そうかな、やっぱ無欲で。さえちゃん、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 だん。あの、いい加減にしてもらっていいですか、一番前です。もうこのお団子見飽きました、この二つ団子。しかもしかもずっとノーマル。愛理ちゃんありがとう。もう愛理ちゃんとあきちゃん一旦お休みしよう。で、ゆかの子とかわいい子のポーズ、あとレアのゆいなちゃん、かわいい、ありがとう。いや、かわいいからな。しかもこれ一緒、ほんとに一緒。いや、いいんですよ、いいんです、愛理ちゃん推しってことで。よし、高陽寺さんありがとう。高陽寺さんパック開けます。そろそろ来ていいんじゃないかな、さえちゃん。ドン、あ、でも初めて見るやつ。これは、ノーマルゆいなちゃん、ノーマルゆいなちゃん、ノーマルまいちゃん、先輩まいちゃん初めて来たかも。で、かわいい、レアのいくのです。ブルーベリーパイのいくの、かわいい、なんか口開いててかわいい。あ、え、そう、あの、これあの、何、もうそのカードはその人にしか出なくて、だから なんていうの、番号があるんですね、このカードは何番のカードですみたいな、なんですけど、いくののカード、え、見える、見えないね、1番だ、私、すごくない、1番、80枚中の1番。え、すごい、それはすごい。なんかこうやって番号を振られてるらしくて、例えばこう、さえちゃんの3番持ってる、すごい。なんかさえのカードでも、例えば1番とかもやっぱうおーってなるけど、38番とかもさ、さえじゃんってなるし、そうやって番号見るの面白いですね。ゆずこしょうさんありがとうございます。そろそろ来るでしょう、さえちゃん。NFT ってやつだね、自分だけのカード、なるほど。いや、さえ以外の一面で、ちょっと待ってね、ゆずこしょうさんのパック次開けます。
しい。私でも渋いいる、ゆうなちゃんいる、藤子子、ゆえるとかいなくない？荒牧先生いるよね、いた、イブいるでしょ。あ、結構いない人もいるかもしれない。にゃにゃかは？ななかとかさえとかゆえるとかいないかも。知れません。一つだけなんか K4 の出るパックもいただいて、ゆうなちゃんいる、リチャキとか、かわいいリチャキ、カレン、秋吉さんが出たのかな。はい、ちょっと行きます。もういい加減そろそろさえちゃん、さえちゃん見たいし、自分のレアカードどんなもんなんか、あのなんかバケツ持ってるやつは見たけど、よし開封、ゆずこしょう旦那行きます。みたいな、イクノのノーマルカードでしょ。藤子子の UFO のノーマルカード、そして松本もかちゃんノーマルカード、ありがとう。ここにもアキちゃんいる。アキちゃん、人のカードに映らんよそうやって。よし次、オッチありがとうございます。開封します。こんな出ないもの、うつりこみがきちゃった。どうだ、あ、もうすごい、もう見てもらっていい？あの、イクノどっちも出た。イクノのスーパーレアとイクノのノーマル、もうイクノ推しってことですこれ。と、荒牧先生ありがとうございます。お疲れ様です。荒牧先生とは昨日ちょっとすごいバッチリタイミングがあって、ちょうど二人ともタイミングがあってカフェでめっちゃ喋ってました。ありがとうございます。いや、もうこれイクの推しだなこりゃ。私ゲストの方が送ってくれました、ありがとう。名前ないけどゲストさん、いただきます。頼むよ。さえちゃん、さえちゃんどこ、北川ひいろ先生、あ、北川ひいろ先生かわいいでござし、さっきは誰とか言ってごめんなさい。とレイヤチンのスーパーレア、かわいい、ビジュイですねこちら、すごく。と松本もかちゃんめっちゃ出るの、あのいちごの子でしょ。あれー、さえちゃん全然出ない。続いてまたゲストの方、ありがとうございます。ね、やばくない、こんなにさえ出ないこと。みんな出た、私あるよね。はい、あー、もうなんか見たことあるシルエットあったもんな、もう。アイリー市村。アイリ
ちゃんのノーマル、これ私めっちゃ持ってるんじゃない、これ待って、所有者リスト見てみよう。59番、85番、104番、106番、143番、あ、めっちゃ持ってるわ。でもさえがめっちゃ持ってる分、愛理ちゃんもなんかめっちゃ持ってるわ。なるほど、ありがとうございます。と、あ、さっき言ってた青木ひな子ちゃん、初めてじゃないこのノーマル。と、かわいいいくのかわいいいくのノーマル、ちょっとカメラ目線いくの、ありがとう。え、大丈夫これ私え、さや、さやいる、あ、もう自分には自分出ないシステムとか、そう、レアキャラ。いやでも本当にユエルとかナナカとか見てないから、何なんでしょうか。次、みんなありがとう、いっぱい送ってくれて、私が出ないから全然。まっちゃんさん、ありがとうございます。まっちゃんさんからいただきました。さあ B グループあれ K4 の方に入ってる、シルエットで分かるよ、シルエットで。あら、ユエル、あ、はじめましてじゃない、ユエル、はじめましてじゃない、ユエルのノーマル、ギャルのユエル、はい、もうおなじみヒーローちゃん、ヒーローさん。あ、この子めっちゃ髪長い子だ、石川亜美ちゃん、髪長いねって話したわ楽屋で、ありがとう。え、ちょっと待って、出るよこれユエル来たってことは、ナナカ来てサイちゃん来るんじゃないそろそろ来るか。次、としあきさん、ありがとうございます。としあきさんパック開けちゃいます。いいよいいよ、はじめましてカード来てるから、どんどん。とりあえず愛理ちゃんとあきちゃんが長い、あの多い、ヒーローも多い、落ち着いて、行くのも多いよ。あ、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 これはもうゆえるの流れ来てます。ゆえるちゃんのカード、あ、え、かわいい、まいちゃんのレア、え、まいちゃんめっちゃかわいい、これわー、かわいい。このトップスさえ最初着るか迷ってたんだよね、でも毛皮になりました7期生の鶴川なちちゃんです。かわいいのカード、この舞ちゃんはじめましてだ、いいよいい流れ、はじめましていっぱい来てる、やばいね、最初本当に出ないのよはい、次、あ、ゆいちゃん、ゆいちゃんからのカード開けます。いけいけいけ、ついに、まずこちらの、あきちゃん、はい、もうよく見ています、さっきから。そしてこちら、お、100本だ、ゆうなちゃんノーマル、ありがとうございます。ゆうなちゃんこれ持ってる。そしてついにさえちゃんのノーマル来ました、やーはじめましてさえちゃん、やばい、ついにはじめましてさえちゃん来ました、ありがとうございます。108番のカード初です、私、自分出るね、これスーパーレア行くんじゃない
ありがとうゆいちゃん。てかみんなめっちゃ送ってくれて優しい。この中にスーパーレアがあるはず。ありがとう。小次郎さんのやついきます。小次郎さんまた送ってくれた。ありがとう。レア、スーパーレア、スーパーレア。やばいやばい、私得パック。まず市村愛理さん、スーパーレア、初めて。これあ、めっちゃ光ってて何も見えない。市村愛理、スーパーレア、これ初めましてです。と最上菜々香ノーマル、と荒牧美咲ノーマル。あーもう素晴らしい仲良しパック同い年パックです。こちら、うわ、愛理ちゃんのスーパーレア初めてかも。いいよいいよ、いい流れ、いい流れが来ている。次、オッチーさん、オッチーさんのカード開けます。またまたありがとうございます。ナナカ初めてかも。来たね、さえちゃん来てナナカ来たってことはもう流れが来ました。これね、ね、もういい加減してこの人たち、ね、いい加減にしてよ。あ、この子最年少のね、7期生のクレユナちゃん、クレちゃんですね。かわいい、じゃ笑ってるね、かわいいね。豊永明と、市村愛理のノーマルです。あとありがとうございます。あの本当にこの2人いい加減にしてほしいの。もうね、いや嬉しいよ、嬉しいし、あのすごいすごい嬉しいんだけどもう見てる、何回も見てる。この人たちセットなのかな、二人ね。じゃ、なんか一緒に来るね、よく。ありがとうございます。石さんのカード、石さんからのカード、開封。やばい、これ全部開けきれるかも。面白すぎた、あなたが送ってくれたんですからね。さえちゃんのレア、来い。もう触れません。豊永亜希さん。そしてお、スーパーレアの鶴川なちちゃん。え、かわいい。やっぱスーパーレアかわいいね。あ、クレちゃんのめっちゃ笑顔のスーパーレア、ありがとうございます。はい、豊永貴重もありがとうございます。え、いいよいいよ、スーパーレア2個入ってました。よし、もうあきちゃんも多いからもういいよ、増えなくて。はい、次せなちゃん、またまたせな頼んだ。もうこの行くのなんか、イクノのノーマルで、渋いのノーマル、はい、クソガキが揃ってお姉さん言える、ありがとうなかなか濃いパックですね、こちらも。いいよいいよかわいい、面白いな、みんな。なんかなんでそのカットが使われたんやろっていう表情してて面白いいや、渋いもレアですね。渋い出るのレア、久しぶりかもちょっとみんな、私のレアはどこにあるんですかね。次、みおちゃんいきます。みおちゃん頼みました。
はじめまして、こちらはじめましてのひじりのスーパーレアアンブレラひじり、いいよはじめまして。でクレちゃん、かわいいこの笑い方、クレちゃんのノーマルと渋いのノーマルです。渋いはなんか明日会ったらお誕生日、明日会った時は明日お誕生日おめでとう27回言って、明後日当日会った時はお誕生日おめでとう28回言うってなんか言ってました。以上です。次ヨッシーさん、ヨッシーの開封します。ヨッシーの馴染み、愛理ちゃん108番、レイヤチンのノーマル、え、これ出たっけ、レイヤチンのノーマルとなちちゃん、この可愛いねの134番、ありがとう。これもあの希望してないんでお願いします。はい、同種のスーパーレアさえちゃんだけ希望でお願いします。レート合わせてみんなお願いします。はい、次みおちゃんいきます。ちょっとこれ取れとかできない感じいい加減もうさえちゃんが出なくなってきちゃったんだけど、みおちゃんでいきます。はい、アイリちゃん、いい加減にして、まずメイちゃん、吉田メイちゃんのスーパーレア、いいよ、スーパーレア続いてます。こちらまたスーパーレア、ヒーローの16番のスーパーレアと、これです、アイリちゃんです。ありがとう、いいよ、スーパーレア続いてるから。しかもさ、すっごいみんな送ってくれててさ、私多分開ききれないよねこれまだえ、サイのスーパーレア出た、ちょっとみんな、流れはいいです。のぞみちゃんいきます。のぞみちゃんのパック、さえちゃんのスーパーレア来い。あーかわいい、いぶきのノーマルの、このいぶきめっちゃ好き、いぶき、ゆえるのノーマル123番だって、123とレイヤチン出ないね、出ませんね、こちら悔しいね、やばい、あと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 個もある、どうしよう、開けきれないや、今日いけるとこまでいきます。ゲストさんから、ゲストさんありがとう。私自分のスーパーでは見た、持ってないから見たことないんだよな。なんかごめん、全然ありがとう。はい、ななかのノーマル、なつちゃんノーマル187、あみゆちゃんの218番ノーマルですね、ありがとうございます。別日に開封しなきゃね、最近になって開けたくなっちゃうけど
ショールームで開けた方がいいよね。ななこちゃんから来ました。ななこちゃん、これさ、さえのスーパーレア出して終わりだよね。ドン。あー、見たことある人、渋い渋いのノーマル、かわいい、なんかドキドキしてるね。渋い渋いのノーマル、あみゆちゃんのノーマル244番とヒーロー90番、ヒーローです。ありがとう、後輩ばっかり。なんでさえちゃんいないかな、本当に。ゆうなちゃんのパックいきます。ヒーローも見慣れてきたごめんやで、みんな謝らんで、私の引きなんで、これきっと。いいよいいよ、初めて見たかもしれない。吉田芽衣ちゃんのノーマルカード、ユエルのノーマルカード25番、そしてクレちゃんのスーパーレア13番。スーパーレア来てます、いいです、ありがとね、ゆうなちゃん。次、テラシンさん、ありがとうございます。倍率がね、欲しいのはちょっと一個手に入ったんで紹介させていただくと、まずイクノのノーマルね、イクノのノーマルとララちゃんの、7期生ララちゃんのノーマル、そして来ました、我らが荒牧先生のスーパーレア、ありがとうございます。荒牧先生、え、これはスーパーレア80枚あるんですよ。80番中の80番出ました、荒牧先生、やったありがとうございます。80番の荒牧先生スーパーレア、これはいい流れです、いいよ。次、アロンさん、アロンさんのパックいきます。ヘイ、鍵締めおめでとう荒牧先生鍵締めしちゃったよ。どうだ、あ、うん、いつもの人たちが出てきた。はい、アイリちゃんのノーマル14番、荒牧先生みーちゃんのノーマル245番。君たちちょっと落ち着こう。吉田芽衣ちゃんのノーマル151番、ありがとうございます。さえちゃん、さえちゃん本当にいないんだよ、びっくりするぜ。竹星さんのやついきます。ゲボスターありがとう、ほんとみんなありがとうね。これさ、みんなが送ってくれたってことはみんなの運もあるってことだとしたら、もうあれ同じだからねサイが引き終えなくてみんなと一緒だからね。やばい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 、来た、来ました。ごめん、サイちゃんにプレゼントするつもりが間違って開封したらサイちゃんスーパーレアそんなことある、ちょっと来ました来ました。しかも3枚中3枚スーパーレア、まず吉田芽衣ちゃんのスーパーレア、はい、ピースってしてますね。で、渋井美奈スーパーレア、ちょっとすっごい光ってるけど、渋井のスーパーレア76番、そしてついに来ました、栗原さえスーパーレア
ありがとうございます。63番です。私やばい、ついに来ました。配信終了5分前にして配信終了5分前にして私のスーパーレア来ました。ありがとう、すごい、ついにゲット。わ、ユエルも持ってる、ユエルも持ってる、アイリちゃんも持ってる。おお、ありがとうございます。完璧な時間配分でしょまあまあ、これ狙ってやってましたそうです。あと豚バラさん、アリマルちゃん、ゆいかちゃん、ヤマケンさん、アロンさん、ケンタさん、ホリホリ、シエスタの87さん、ハナさん、もっつん、M オーバさん、ツナさん、アロンさん、のぞみちゃん、あやちゃん、アロンさんからももらってるので、これちょっとまた開けます。どうしよう、次の配信で開けるかさ。でも誕生日配信になっちゃったらあれかな。この後開けたくなっちゃうんだよね、私絶対自分で。開けてもいいですか、みんなにもらったバッグ、この配信終わって。今送った、優しい、みんなありがとうございます。やばいよ、私今日だけでさ何枚のパックを手に入れた。キャー、これさ自分のアルバム作れるんでしょ。作ろう、さやちゃんアルバムと、あとあとあきちゃんとあいりちゃんのアルバム作ろうかな。もう出なくていいですアルバム嘘です、嘘、誰が出ても嬉しい。やっぱさすがだな、あの二人は。こういうとこでさ笑いを取る天才ですね。てか意外と他にもさ、なんかいっぱい出てる、イクノとかユエルとかいるんだけど、なんか癖が強い癖が強いんですよね。いいね、いいね63番とかさえちゃうでしょ。ついに引きました。だからこの後私が引いて、もししたらまた他のとこに私の名前が増えるってことでしょ。やばい、楽しみ、ありがとうございます。みんなあっという間の配信でした。あと2分しかない。次は20日にね、ちょっと誕生日迎えて配信しようかなって思ってますので、また時間とか決まったらお知らせいたします。明日も明後日もし明後日もリハがあるので、し明後日はまた別のねリハもあるんですけど、明日も2つほどリハがあったり、明後日も2つほどリハがあったりします。頑張ります。よし、時間のもの、休息時間、お付き合いいただきありがとうございます。ランキング読みます。13位 R さん、12位バラ86さん、11位高吉さん、10位アリマルちゃん、9位豚バラさん、8位ハルト、7位ケンタさん、6位マットさん、5位竹ボスさん、4位ツヨシさん、3位ゆずこしょうさん、2位東京のスワンさん、1位タナベッチ。ありがとうございました。明日も頑張りましょう。みんなお付き合いいただきありがとうございます。またね。